なあ、頼むから、もう二度と起き上がるな。
やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ。それがわかれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。わかった。でも母さんもそこにいると思う。母さん。気をつけて。みんなあんたを探してる。
ミア、どうなってるんだよ。ちゃんと話してくれ。分かってる。私だってずっとあなたに全部話したかったの。でも、私何も覚えてなくて、本当にどうやっても思い出せないのよ。ちょっとね、髪の毛刈ってもいいか。何突っ立ってんだよ、この間抜けが。兄さん、助けて。
you